こんにちはここでフィギュア速報の方をお伝えしていきたいと思います。えー、ももちゃんさんからですね、プリンスアイスワールド2024から2025の、えー、先行販売情報が流れてきました。えー、先行販売は2月の24日、えー、午前10時から、えー、各種プレイガイドにて 公演場所は、厚生新横浜スケートセンター。えー、ゲストスケーター、荒川静香、えー、宇野昌磨、金田井、小、えー、田信成、うん。期間が、えー、4月の27日から5月の5日で、えー、ゲストスケーターは、荒川静香さんと宇野昌磨さんの見通し。えー、金田井は、前半ゲスト。小田信成さんは、えー、後半ゲストだそうです。そしてタイトルは、ブロードウェイロックということらしいですね。 えー、期間中、えー、期間中休み期間があり、前半3日と、えー、後半3日の間が休み期間となっています、えー。こちらの情報はエンタメダッシュより流れてきました。二、えー、2月22日、えー、夜11時、えー、取り急ぎ情報のコメントを入れました。期間など、私にも分かりにくいところがあるので、えー、再度確認の上、えー、購入してくださいませ。はい。エンタメダッシュか、なそうですね。うん。 はい。ということだそうです。えー、プリンスアイスワールドですね。先行販売情報でした。そしてもう一つなんですが、えー、フロスティカラカラさん、どうもです。おはようございます。えー、前中の放送があったんですが、田内くんは国体の後に靴が壊れて腰も怪我をして練習もできなかったそうです。なるほど。 えフリーを棄権するか迷っているときに,に、ユースに行っている中田梨君から電話をもらって出場を決めたらしいです。すごいエピソードですね、これね。中田君は、あの高校は中京の通信,通信に行く予定です。はいということらしいですね。すごいですね。中田君から電話をもらって、えーあのね、田内君。 決めたらしいですね。なんか勇気をもらったのかな。ね。田内君が怪我をしてる。あ、靴靴が壊れてるね。情報だったり。ね。なるほどなと。うーんえ。腰も怪我をしてたんですね。そういったエピソードがちょっとでございますよ。皆さん。うーん。はい。二つの、えーまあ、速報というか情報をお伝えしました。ありがとうございます。 もう一丁コメント入ってきました。おはようございます。宇野選手は、えー、ゴールデンウィークや、えー、フレンズなどアイスショーが決まったので、やはり続編のワンピースは今のところないですね。えー、次は五輪のプレイシーズンなので、来年も現役選手は難しいかと、えー。宇野選手がどこに重点を置くかも楽しみです。宇野選手は、えー、バラックなど、えー、重厚な神々しい音楽が。 え強いいので今いろんなジャンルの曲に挑戦をしていてい合理的だと思いましたなるほど。うん。また新しい挑戦だったり、自分、逆に自分に合わないような曲をね、選んだり、そういった挑戦とかもね、えー、これからもしていきますかね。うん。あの、ミナノオリンピックに向けても、ちょっと、いろんな、えー、曲のジャンルでの挑戦楽しみですね。はい。ということで皆様、速報ありがとうございました。